それでは皆さんこんにちは、ただいまから、新ウェブ学習システムの講習会を開催いたします。で私は、情報基盤研究開発センター兼、教材開発センターの井上と言います。どうぞよろしくお願いします。今日ご説明するシステムはこれまで、九州大学でウェブ学習システムといって、ブラックボード社の、ブラックボードラーニングシステムキャンパスエディション、8.1 っていうのを、運用してきたんですけども、それの、後続の、製品であるものの、これまでと少し操作性が変わってきてます。で初めての方もいらっしゃるっていうことですので、なるべく、これまでのシステムに、触れない形で、全く新規ということで説明していきたいと思います。ただしこれまでのシステムを使われた方にとっては、比較した方がいいという部分もありますので、時々その前のシステムではということを、話をするかもしれません。でまずそもそもウェブ学習システムとは何かといいますと、コンピューターとネットワークを使って、授業資料や、いろんなその教育学習のための資料を提示したり、あるいはウェブブラウザー上で、オンラインテストを、解く、あるいはその、掲示板、ディスカッションというのを使って、学生と教員あるいは学生、同士で、コミュニケーションを取るといった目的で使われています。でこれまでウェブ学習システムでは、多くの授業で使われてきたんですけれども、実はこの製品自体はもうかなり古いものになっていまして、でその新しいバージョンとして今日ご紹介する新ウェブ学習システムと言ってますけども、同じブラックボード社のブラックボードラン R9.1 というのを現在導入しております。で実は今使っていただいている方、半分ぐらいいらっしゃいましたけども、今使っていらっしゃる、ブラックボードラーニングシステム CE8.1 っていうのは今年度いっぱいで使えなくなります。でそこで、この半年間を利用しまして、少しずつコンテンツを移行していくということになるわけでして、で来年度からは、今日ご紹介する、その R9.1 を使うことになります。で、半年間というので、短いようで長い、実際はもう多分半年間しかないので、これまでコンテンツを蓄積された先生方から見るとそのコンテンツの移行などがありますので、ちょっと短いかもしれません。で、どうやって移行するかということに関しては、またご説明していきたいと思いますけども、今日はですね、まず新しいシステムがどういうものかっていうのをご紹介しまして、でそこで簡単なコンテンツを作成していくということにしたいと思います。でまた、これまで、ウェブ学習システム使われてないけども、その新たに始めたいということで今日ご参加いただいている方もいらっしゃいますけれども、その方に対してましては、もうなくなるシステムを使っていただくよりも新しいシステムに慣れていただいた方がいいということで、今日参加していただいていると思います。では早速説明に入っていきますけれども、まずウェブ学習システムはブラウザを使って学習したりそのコンテンツを作成しますので、ブラウザを開きます。でここではですね、サファリと Firefox 2つにインストールされてますけども、私はサファリを起動しました。でこの教室では教育情報サービスということで、この教育情報サービスのページが開きますけども、左側に現在そのウェブ学習システムという項目があり、学生はここからそのウェブ学習システムに直接行くことができます。で現在このウェブ学習システム、括弧 WebCT と書いてありますけども、そこをクリックすると、九州大学ウェブ学習システムということになっていまして、で URL 自身も webct.kyushu.ac.jp という名前になっています。でこれで現在ここでログインをクリックすると、今そのログインできるのはその現状の先ほど言ったそのブラックボードキャンパスエディション CE8.1 というものになるんですが、ちょっと今まだ準備中できちんと提供できていないんですけれども、10月になりましたらその新ウェブ学習システムというリンクもここに貼るようにしますので、学生はその教室からはこの画面から両方行けるような形になります。で今日はですね、まだここ登録してませんので、先ほど お配りしました、紙に書いてある URL を直接、入力します。で、URL は、そのブラックボード R9 ということで BBQ という URL になっています。
で、ただし、まあ、これはその、先ほどのウェブ学習システムがその、今のシステムに行くように設定してますけども、基本的にはウェブ学習システムとしてはこれまで通り、webct.qcu.ac.jp でアクセスできるようにします。では実際ここにちょっと、入ってみますと、これに入ります。で、これがその新しい、その、ウェブ学習システムの画面になります。で、これまでと、デザイン的に大きく変わっているかもしれませんが、その最初にですね、目につくのはこの上の方に利用可能な言語というので、まあデンマーク、あとドイツ語、英語、まあ、イギリス英語、アメリカ英語、スペイン語などがあって、まあその日本語も当然あります。ちょっと残念なことに、韓国語が日本、九州大学の留学生で一番多いその韓国語が、ないんですけれども、このようにその利用可能な言語というのが、たくさん表示されています。で、今その、最初の表示を日本語に設定していますけれども、ここで例えばその、そのドイツ語だったらここでドイツ語というのをクリックすると、メニュー全部がドイツ語で表示されるようになります。で、これまでのウェブ学習システムは、その日本語に設定されてましたので、学生は一旦その日本よくわからない日本語を読んでログインして、あとその自分のその設定情報を変えるということをやってたんですけども、これからは最初にその自分が使える言語を選ぶということができるようになっています。で、10月からはこのユーザー名とパスワードというものに、その教職員の場合であれば SSOKIDで、学生の場合には学生 ID が使えるようになりますけども、今まだ設定中ですので、今日はそのお配りしたその講習会用のユーザー名とパスワードを使っていただきます。で、ここでは私はちょっと自分用のアカウントをちょっと使いますけども、でログインするとこういった形になります。で、まあ、これまでのウェブ学習システムと、似てるようで少し違う形になっています。で、実はその、今使っていただいているウェブ学習システムも九州大学用に少し表示をカスタマイズしてますので、ちょっと表示されている場所とかが違うんですが、まあ、最初にここに教育機関のロゴ、ここに九州大学、ウェブ学習システムとか入ってになると思います。で、大体似たようなもの、今ウェブ学習システムを使っていただいている方は、自分が利用できるコースというのが多分おそらく真ん中に表示されていまして、であと右側にリンクだったり左側にお知らせというのがあります。で、ここではそのデフォルトの設定そのまま使ってますので、こういった形になっています。で、今日はですね、多分皆さんのこのマイコースというところに講習会というのがあると思います。ここに自分が利用できるコースというのが表示されています。で、あとですね、この新しいシステムではですね、この教育機関というところ、これはその九州大学全体でその、いろんな情報を提示するってなってるんですけれども、これ以外にタブが3つあります。ここにコースとコミュニティとサービスというのがあるんですけれども、このコースというところをクリックしていただけますと、これはですね、コースリスト。今のウェブ学習システムを利用の方は、多分真ん中にコースリストが表示されているという状態、それに近いような状態になっています。で、これがそのこれまで使っていただいているウェブ学習システムに相当する部分で、あとコミュニティというところ、このコミュニティに関してはちょっとまだ登録してませんけども、例えば、言語文化研究員で独自のコミュニティを作りたい、あるいはその、QLEC で独自のコミュニティを作りたいといったときに、そのここに自分たち独自のページっていうのを作ることができます。ですから、そこに属している人たちだけで例えばディスカッションを行うとか、そういうことができるようになる予定です。で、まだこの辺の設定はしてませんけども、少しずつ整備していきたいというふうに思っています。で、今日お話しするのは、このこれまでのその授業、主に授業で使うということを目的にしたコースのところで説明していきたいと思います。でですね、で実際、構築中のコース、多分指導中のコースとか出てると思うんですけども、ここをクリックしますとですね、こういった形で、これはまだ何もコースを作っていない状態です。で、ここに、こういった感じで、そのコースが作られるといった状況になっていきます。
で、これまでその Web シートを使われた方は最初に、その Web シートの管理者に新しくコースを作ってくださいというときには全く白紙の状態、何もない状態があって、そこにいろいろ追加するというふうになっていたんですけども、ここではですね、このホームページと言われるところに、毎連絡事項、毎予定表、毎タスク、トゥードゥ、あとその新機能とか、警告とか要注意とかいうのがあります。で、ここの、要注意警告っていうのは、例えばとかですね、期限切れっていうのはそのレポートとか、課題の、締め切り期限が、近づいたときにここに何か表示されるっていう形になります。で、じゃあ実際に、いろんなコンテンツを載せるときにはどうするかっていうとですね、この、左側にいくつかメニューがあります。で、今これはその編集者、その教員や、あとはその、コースを構築する人にしか表示されない部分なんで、あとその学生も表示されるんですけども、この部分でいろんな設定をしていきます。で、この講習会っていうのがこの、コース、トップになるんですけども、ここをクリックすると、その、メニューを折りたたむっていうことができます。で、この講習会全体の中にホームページや情報コンテンツ、ディスカッション、グループツールなどがあるということ状態になっています。で、授業で使う資料っていうのは、このコンテンツっていうところに、普通は置きますけども、じゃあこのコンテンツにですね、何を置けるかっていうと、例えばこの下矢印、ここをクリックするとですね、またちょっといろんなこの、コンテンツというリンクに対して、操作ができますし、あとそのコンテンツこれ自体を、クリックしますと、右側にですね、コンテンツを新しく作る、あるいはその作成したコンテンツを編集するといった画面に行くことができます。で、その多くのコンテンツ、例えばその、PDF をファイルを置くとか、その、オンラインテストを置くとかっていうのはこのコンテンツというところで操作していきます。で、それ以外のその学生同士のディスカッション、掲示板って言われるものはこのディスカッションで行いますし、あとそのグループで、グループ活動などはこのグループというところで行います。で、今日は、その基本的な機能の説明ということですので、このコンテンツとディスカッションというところを中心に、説明していきたいと思います。ではですね、今そのコンテンツというところをクリックしましたので、これで、右側にあるところを説明していきたいと思います。で、このコンテンツというところ、いくつかメニューがあるんですけども、基本的にですね、この何か名前があって右側にこの下向きの、矢印というかこの V の字をしていることがそれぞれの項目に対するオプションの操作になります。で、例えばこのコンテンツっていうところではですね、これをやると編集削除とかアイコンの未表示とかっていう表示に関する設定ができるようになっています。で、先ほどもここコンテンツっていうところですと、リンクの名前変更とかリンクを表示しない、これはその学生にはそのコンテンツ、このリンクを見せないといった操作になります。で、それ以外にここではコンテンツの構築、そのアセスメントの作成、インタラクティブツールの追加、テキストボックスの割り当てっていうのがありまして、そのコンテンツといってもいろんな種類がありますので、ここでは大きく3つに分かれてます。で、最初のこのコンテンツの構築っていうのが、これがいわゆるその授業資料を置くところっていうところで、どういったものを置けるかっていうと、ここでは項目、ファイル、オーディオ、画像、ビデオ、URL といったものですね。あと、新規ページとしてコンテンツフォルダー、空白ページ、モジュールページ、ツール領域、あとマッシュアップといって、これフリッカーフォト、これマッシュアップというのは外部のサービスと連携して、その機能自体はその外部のものを使うけども、その外部のサービスをこのウェブ学習システムの中から見せるといったことで、フリッカーという写真を、置くサービスがあるんですけども、それだったり、あと YouTube ビデオといったもの、あとスライドシェアというその作ったスライドをですね、そのみんなと共有するといったサービスもありますけども、そういったものと連携できるようになっています。で、基本的にその何かそのコンテンツというエリアに、何か新しいその項目やその、ファイルなどを置くっていう操作になりますので、ここではですね、項目っていうところ左から順番にいきたいと思います。ではまずそのここで項目っていうのをクリックします。そうするとですね、ここに項目を作成っていうふうになります。で、これは項目っていうのはですね、普通テキストなどで記述できる内容になります。で、
まあ、実際こう項目というところをクリックしていただきますと分かるようにコンテンツの情報というのを書いていきます。でまずこのウェブ学習システムではこのオレンジの星印、これは必須フィールドを示しますというので必ず入力しないといけないところというのがあります。で名前は絶対入力しないといけない。そのコンテンツに対して名前をつけないとそのコンテンツにアクセスできませんから、ここでは項目っていうのがありますので、ここではですね例えば、まあ、ちょっと初めにとかいうふうに入力します。であとまあ名前の色とか変えられますけども、ちょっともう面倒なのでデフォルトの設定のまま進めていきます。で下の方を見ていただきますと、ここに中とか3とか、この、フォントの名前とかがあります。でここに、その B とか I とか U、 これはそのマイクロソフトの、ワードなどにもよく表示されているように、太字、イタリック、車体、アンダーライン、取り消し線と、下付き文字、上付き文字とか、左寄せ、センタリング、右寄せといったその、その、まあ、編集するための、書式設定があります。で、あと、まあ、数式エディターなどもいろいろあります。つまりこれはまあ、そのワードで文章を作るような感じ、まあ、実際は HTML っていう形式で出力されますので、HTML エディターって言われるものですけども、そういったものが使えるようになっています。で下の方を見るとファイルを添付するとか画像とか、あと、これは何ですかね、ビデオですねの再生、あとクイックタイムの、とか、その動画も、このページに埋め込むことができます。で、まあ、ここではちょっとまあ、適当に、テキストを入力していくことにします。で、もし、画像ファイルがあればここで画像を、読み込むっていうので、その、まあ、例えば 新規画像のここを、クリックしますと、画像を読み込む、そのウィンドウが新たに開かれますので、ここで、画像を挿入するっていうこともできます。で例えば、写真ここからですね、あるかな、ちょっと適当にスクリーンショットを、読み込みます。で、これを、送信とやると、この画像をちょっとかなり大きい画像なので、ですけども、こうやって画像を入れるというふうになります。でこのページに画像を貼り付けることができました。でちょっとキャプチャーしたやつそのまま置いたので、ものすごくはみ出してしまってますけども、まあ、この、ウェブ学習システムではその、表示する内容に合わせてあらかじめリサイズしないといけないっていうふうに、なります。でこうやって、まあ、ページを作っていって、であとですね、まあ、あと添付ファイルがあればファイルを添付するっていうこともできますし、まあ、いろんな設定をします。であと下オプション、このコンテンツの閲覧をユーザーに許可するとか、ビュー数の追跡、これをハイにすると、その、このページ、この項目が何回見られたかというのを設定することができます。あと、まあ、授業の資料などを作成する場合に、その授業開始までは見せたくない、あるいはその期間限定で見せたいということもありますので、ここではその日時制限の選択ということで表示開始日や表示終了日などを指定することができます。でこうやってその項目を作成したら、最後に送信、ちょっとこれ、まあ、日本語訳がおかしいかもしれませんけども、これ多分サブミットとかいうのだと思いますけども、まあ、これで保存とかそういう意味でここで送信というのをクリックしていきます。そうすると新しいページ、これができました。でこれで一つ項目ができたわけですね。で同じようにここではその新しく別の項目を作りたいときには、ここでコンテンツの構築っていうのをやっていきます。で例えばその先ほどの文章などはこのウェブ学習システム上で文章を入力しないといけないんですけども、別のところで資料を作ってそれを PDF として出力する、あるいはその PowerPoint のファイル、あるいは Word のファイルを直接提示したいということもあるかもしれません。そういった時にはこのファイルっていうのを選びます。そうするとですね、ファイルの場合にはそのもうあらかじめファイルは手元のパソコン上にあるはずですので、それを選択します。でここではファイルの検索っていうのでマイコンピューターの参照っていうのがありますから、ここから何かファイルを持ってくるっていうことができます。でちょっとファイルが用意してなかったので、また画像ファイルになってしまうんですけども、このファイルを選択します。で新しいウィンドウで開くかどうかっていうので、まあ、ここで
新しいウィンドウを開くにすると別ウィンドウになります。であとは一緒ですね、コンテンツの閲覧許可とか、ビュー数の追跡、あと日時制限の選択っていうところやっていきます。で同じようにまた送信っていうのをやっていきます。そうするとコンテンツができました。でここでですね、コンテンツ見るとこの初めにっていうところにちょっとこう上下の矢印があります。でちょっとこれファイルが画像が大きかったので、ちょっと見にくいんですけども、下の方に行きますと、スクリーンショットという、ファイルがあります。でこれ今2つの、そのコンテンツがあるわけです。でこの矢印の部分はこうマウスで、こうドラッグしてですね、こう上に持っていくっていうことが、できます。つまり、そのこうですね、ですからその、まあコンテンツを表示する順番っていうのもこうやってそのまま、そのマウスで移動するっていうことが、できるようになっています。で、こうやっていろいろ作っていくわけです。ですから基本的にこのコンテンツというところには上から下に順番に表示させたいものを並べていくというふうになります。でただこうやってコンテンツをその順番に並べていくとそのものすごく長くなってしまいますし、例えば授業で1回目2回目といった資料を分けたいというときには全部その1画面に置くと見にくくなりますので、そういう場合にはこのコンテンツの項目っていうところにですね、コンテンツフォルダーっていうのがありますので、このフォルダーを作ってやって、でそのフォルダー、例えばここ授業のこれ第1回というところで、まあ、第1回というフォルダーを作ります。で、でコンテンツフォルダーというのを作ります。でこのフォルダーができましたので、この中にこれを移動するというのが多分できるはずですね。まあ、フォルダーを作ってそのフォルダーの中に入れるということもできるはずです。でこうやって作っていきます。じゃあこうやっていろいろコンテンツを作っていくんですけども、実際に学生から見たときにはどうなるかというのを次に確認したいと思います。この状態ですとこのいろいろ編集できてしまいます。で以前、まあ、以前というか今のそのウェブ学習システムを使ってあるときにはですね、そのこの上のコースごとのタブにビルドとその講師とあと学生表示というタブがありました。それは何かというと、まあ、その今回初めての方は分からないかもしれませんけども、そのコンテンツを作成する画面と学生としてどのように見えるかっていうのを確認するモードっていうのがありましたが、この新しいシステムではこの、そのコースの上の方にですね、編集モードオンとオフというものがあります。で今編集モードオン、その通常編集権限があるときにはこの編集モードがオンという状態になってますので、ここをですね、クリックするとですね、編集モードオフという状態になりました。でこれが実際に学生から見える画面そのものになります。で、この状態ですね、最初学生がこの講習会というところここに来たときにどうなるかというと、この講習会というときにはこのコンテンツが見えている状態になります。でここでホームページとなると、ホームページはいろんな情報が出ている状態です。ちょっと嘘言いましたね。講習会というのはこのトップ、これはメニューなので、この状態でホームページに行ったときに最初の連絡事項が見える状態で、コンテンツというところをクリックすると先ほど作った、その、項目や、そのファイルあるいはフォルダが見えるといった状態になります。こういった状況になります。ですから多分そのコンテンツこれ一つだけですので、項目が多いときにはフォルダを作ってその中に入れていくっていうのが多分見やすいような、そのコンテンツ作成になるんじゃないかなと思います。であとですね、学生から見たときにここ講習会とかいったタブはこうやって折りたたむということができるんですけども、その講習会というところの上にですね、ちょっといくつかありますリストビューとかそのフォルダービュー、あとそのコースメニューをウィンドウに表示というのがあります。で今そのリストビューになっているんですけども、これをフォルダービューにするとどうなるかというと、こういうふうにですね、そのフォルダーそのウィンドウズとかのそのエクスプローラーとかであるようなフォルダー表示になります。で今コンテンツというところこれプラスになってますので、ここは今折りたたまれている状態ということですから、ここをクリックすると広げると、まあ、スクリーンショット、まあ、その画像ファイルがあったり第1回というフォルダーがある、であと初めにという項目があるというので、第1回はフォルダーですから、またこうクリックすると、まあ、今フォルダーの中に何も入ってませんけども、フォルダーの中に何か項目があればまたそれが表示されるという形になります。でこのようにその閲覧する側は自分が見やすい形でコンテンツを開くということができます。であとコースメニューをウィンドウに表示とやると、その別ウィンドウになりますので、ちょっとコンテンツを広く見たいというときには、こ
このですね、真ん中のこの矢印をこうクリックすると全画面表示になりますので、このメニューだけを外に出しておいて、でここで、ちょっとうまくいかなかったですけど、多分、これは連動して動くはずです、はい、とこういった形になります。では今その閲覧モード、編集モードをオフにしていますので、ここでまたですね、編集モードをオンにしていきたいと思います。でこういった形になってます。ですからここはコンテンツを作るところになります。であと下の方はですね、コース管理といって、まあ、例えばその成績を管理するとか、あとその学生を登録するとかいったいろんな機能があります。で多分どういうふうに使われるかっていうのはその先生方によって違っていると思いますので、そのこういうことをやるためにはどうしたらいいか、でこれまでそのウェブ学習システムでやってたことをこちらのシステムで扱う場合にはどうなるかといったことでもいいと思います。別の講習会に出られる方はまだマニュアルをお送りするのを忘れてたんですけども、このマニュアルあるんですが PDF で600ページぐらいあります。でちょっとそれ印刷して持ってくるわけにはいかなかったので印刷してません。であとですね、ここでヘルプをクリックすると、本当は、マニュアルが読めるはずなんですけども、なぜか、ちょっとこの元のブラックボードのサイトに行って登録してないと見られないというふうになってしまってるんですね。でちょっとリンク変えられるかどうか今調べていますけども、でちょっとウェブで見られるようになってます。でちょっとそこのリンクの設定はまた後で行いたいと思いますので、で PDF もちょっとリンクするようにします。で以前のシステムはその英語版のマニュアルしかなかったんですけども、このシステムはちゃんと日本語版、その600ページのマニュアルもちゃんと日本語で書かれています。で基本的にはこういった感じですね。であと、まあ、これまで使われてた先生もいらっしゃるかと思いますけども、まあ、そのコンテンツの移行をどうするかっていうのはちょっと個別にまた説明したいと思いますし、まあ、その半年間かけてそのコンテンツの移行はやっていきたいと思っています。でちなみにですね、ちょっと今私が昨年度の授業で使ってた、まあ、この情報処理概論という、コースをですね、今のシステムからバックアップを取ってこちらのシステムにリストアしてみました。でこちらでどうなってるかっていうのをちょっと見るとですね、これちょっと比較してみると、分かるんですが、この、工学部の情報処理概論といったものを、その昨年度までやってたんですけども、これを、バックアップ取ってしてみました。でそれをですね、実際見るとどうなるかっていうとですね、このホームページっていうところ、ここは、そのままですね。でコンテンツというところをこうクリックしてみますと、コンテンツ枠からか、ごめんなさい、コースコンテンツというところかな、こうクリックするとですね、情報処理概論という先ほどのタイトルがあって、あとシラバス PDF 確認テストで第1回第2回第3回といったフォルダで、元のシステムを見るとですね、これ、順番は違いますけど、そうですね、シラバス確認テスト第1回とかずっとこういうのがあって、12回13回まであって、あと演習問題とか授業アンケートとかがありました。それと同じような形でですね、言ってます。でじゃあこのフォルダの中を見ますと、第1回目のフォルダ、ここを見ると第1回目資料、第1回目資料の PDF、 であと確認テストといったものもあります。で確認テストもこうやってちょっと見てみるとですね、確認テスト、ここにちゃんと手順とかありまして、開始っていうのをやりますと、こういった問題が出ています。ですからその基本的にそのこれまで作ったコンテンツというのも、こちらに移行するということはできるようです。でただその、テストに関してはその、まあ、私の、この授業は、コンピューターのプログラミング言語だったので、途中でその、行を開業してたのがですね、まあ、ちょっと開業されずに一行につながったとかいったものがありますので、多少の手直しは必要なんですけども、基本的にはこのようにそのコンテンツそのまま継承されますし、あとファイルもすべてこちらのシステムに入っていました。
まあ、これはこれまで使ってた方の話ですけども、じゃあこれをその今のシステムからどうやってバックアップ取るかというのは、まあ話したついでに言っておきますと、まあそのまあ、今のシステム、使われたことがない方は、あまり気にされずにですね、このコース管理っていうところで、バックアップというのがありますから、ここでバックアップする。で、今ここにその、バックアップしたファイルができてますけども、コースをバックアップをするっていうことをやると、このバックアップ用のファイルができます。で、バックアップしたファイルを一旦パソコンにダウンロードして、それを、アップロードすることによって、こちらの、新しいシステムに、移行できるようにはなっています。で、あとはちょっと細かいところまで、いろいろ説明すると、結構まあ、どういうふうに使うかによって違ってくると思いますけども、割と簡単にできるものとして、次にですね、ちょっと、ディスカッションの設定をしてみます。で、ディスカッション自体はですね、まあ、何かコンテンツを作るというよりは、その、ディスカッションする場を設定しておけばいいので、このコンテンディスカッションというところを、クリックします。そうするとここに、まあ、こちらディスカッションで、こちらは掲示板というのも変ですけども、掲示板というのがあります。で、このまあディスカッション、掲示板という中にですね、まあいろんな話題に関して、そのディスカッションする場を設けるということで、そこには、フォーラムという、その、まあ、ここにも書いてありますけども、特定の件名でまとめることができる、ここのディスカッションスレッドから構成されますというのがありますので、例えば何かについて議論しなさいといったときには、この、フォーラムを、作ります。で、ここも同じようにフォーラムの情報を入れますので、例えば、九州大学の教育環境についてとかいった、ものを書きます。で、ここ、まあ、下に説明っていうのが、HTML エディターで記述できますけども、これはこのフォーラムに関する説明、まあ、先ほどのフォルダーの時にもあったんですけども、この名前に関してもう少し詳しいことについて書きたい時には、ここに説明を書くっていう形になっていきます。で、フォーラムに関してもその利用可能かどうかっていうことと、あといつ利用できるかというのがあって、あとは細かい設定ですね。フォーラム設定っていうので、匿名投稿許可で、これはそのまあ同じ受講者といえ、実名で投稿するとなかなか意見を言いにくいというときには、この匿名投稿許可というのをセットします。で、あと作成者に自分の投稿の削除を許可というのは、投稿したけどもやはりその取り消したいというときがあるときに、それを認めるかどうかというので、認める場合にはチェックをやります。あとまた発行された投稿の編集を作成者に許可というのは、これは、そうですね、例えば教員などが、その編集できるかどうかとか、まあ、いろんな設定が、できるようになっています。で、あとは、下の方にはメンバーによる投稿の評価を許可っていうのは、これはですね、ディスカッションを単なる意見交換だけじゃなくて、そのレポートや自分の考えを、その教員だけに提出するのではなくて、そのクラス全体に、投稿して、それに対してフィードバックをもらおうというときに、使うことができます。で、これはその今のそのウェブ学習システムにあるんですけども、メンバーによる投稿の評価を許可というのができます。で、あと成績もですね、この投稿自体に、その、点数をつける、あるいはその投稿フォーラムの中身スレッドに、採点するといったことができます。フォーラムだとそのフォーラム全体に、何か点数をつけるんですけども、スレッドの採点だと個々の、その、投稿に対して、その採点するといった形になります。で、こういったものを作ることができます。で、これで掲示板ができたという形になっていくわけですね。ホームページをちょっと見てみます。で、まあ、基本はこのホームページやあとコンテンツっていうのが主になりますので、例えばその、まあ、ホームページこれ自体がなくてコンテンツにしたいときには、このホームページこれを例えば非表示にするとか、あとは、このコンテンツを先に持ってくるとかいうことも、できるようになります。で、これで例えばもう一回ちょっと講習会これを見るとですね、このもう講習会の下がホームページですの、ホームページなんですけども、ホームページが今非表示になってますから、
コンテンツが最初に表示されるというのになります。ですからその先ほどそのホームページといったところいろいろお知らせがあるんですけども、そこを見せるよりはもうそのコンテンツそのものを見せたいというときにはもう最初にこの講習会というこのコースに入ったとき、こう一覧があってこの中で講習会というコースに入ったときに最初からこれを見せるといったこともできるようになります。でこれで先ほどコンテンツの構築で項目を作ったりファイルを作ったりコンテンツフォルダを作ったりしたわけですけども、ですね、先ほどその掲示板一つフォーラムを作りました。でフォーラム自体ディスカッションにアクセス自体にはもちろんこのディスカッションというところからも行くことができるんですけども、この全体の画面にコンテンツの中にあった方がその受講者には分かりやすいっていうことがありますので、その時にはですねここのインタラクティブツールの追加っていうところでここからその掲示板っていうのを作ってもらっても構いません。ただしここはですねそのディスカッション自体を作るときにはこの左側のディスカッションというメニューから作っていますので、ここではですねこの掲示板ページへのリンクあるいはその掲示板フォーラムの選択っていうことですでに作っている掲示板フォーラム、この九州大学の教育環境についてっていうフォーラムをですね、先ほどのこの掲示板ここに作るということもできます。で実際これやってみるとどうなるかっていうとですね、こうちょっとこれ順番あまりこう良くないんですけども、ちょっとこの画像があるけど九州大学の環境についてっていう掲示板がありますので、例えばこれ上の方に表示移動させて、まあ、例えばこういった形にですね、あの掲示板を先に持ってくるといったこともできるようになります。でこのインタラクティブツールの追加に関しては今その掲示板をつけたんですけども、そのブログ形式、つまりその何か書いてコメントしか書けないようなもの、あと日誌といって基本的に個人的なことを記述する、あとはウィキといってウィキっていうのはそのウィキといういわゆる記号でよってみんなでその一緒に何かページを編集するということができますけども、そのウィキをする、あるいはそのグループ、あとはそのリアルタイムでチャットをするといったことが可能になっています。であとアセスメントに関して言いますと、アセスメントはそのこれまでのシステムと同じようにテスト、アンケート、あと課題と、あと自己と受講者同士のアセスメントっていうのはこれはですねこれまでいうセルフテストといったものに相当するまして、その自分だけで問題を解いて確認するといった内容になります。でこのようにその基本的な機能はこれまでと同じものが使えるといったことになっています。で詳細に関しては実は私自身もあまり細かいところまでまだ使ってないので、じゃあ従来のシステムと新しいシステムでどれくらいの違いがあるかというのはですね、ちょっともう少しきちんとまとめたいと思ってますけども、見る限りはそのこれまでの従来の機能も全てあるようですし、逆にその新しいシステムの方が機能が増えているというところもあるようです。はい、ではですね、今日お話しするところはですね、このようにその新システムがどのようなものかというのと、どのようにコンテンツを作っていくかというところを、簡単にご紹介、する、しただけになっています。であとですね、最初に言いましたように、その来年度からこちらに移行すると言いつつも、まだ、その画面にしろその、教職員学生の登録というのが終わってません。で一応今週末から来週にかけて、その皆さんの SSOKID 学生を登録する予定ですので、10月からはその新しいシステムを使えるようになります。でもしもう10月からですとその後期の授業で使いたいという時に困りますので、その分に関しましては今日お渡ししたその ID とパスワードを使ってコンテンツを作っていただいて構いません。でその時にその、その作成されたコンテンツに関してはその新しい IDでも編集できるようにしますので、でちょっとその切り替えというのは多分、皆さんが疲れてない多分休みの時などに設定を変えたいと思っています。
では、一旦ここで、講習会を終わります。であと、個別の質問とか、いろいろありましたら、よろしくお願いします。では、今日はご参加ありがとうございました。